はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。それでは今回もビール2019やっていこうと思います。今回はオンラインマッチをやろうと思うんですけど、こういう企画です。ででん、3トップの3人決定力99だとどれだけ強いのか検証動画パッパカーン。ということでですね、見てください、 FP ロナウドレベマにしました。ところですね、この方決定力が99になりました。そしてケインも決定力99、メッシ決定力99ということでですね、この3人を使っていこうと思います。まあ調子は普通なんだけど十分強いかなという感じですね。そしてまあ中盤はこの人たちでいいかな。ファンダイクは入れときたいな、どうしようかな。いやでもちょっと不調なのでヨナタンタート変えましょう。ということでまあネイマール絶好調なんですけど、ネイマール中盤できないか。ということでですね、この3トップでやっていこうと思います。お相手メッシ、スアレス、ムバッペということで、お相手の3トップもいかついですけれども、頑張ってやっていこうと思います。それではお願いします。始まりました。アンフィールド、リバプールホームでやっていきたいと思います。お相手ミランですね。よろしくお願いします。ここ最近ね、快く勝てた動画をあまり出せてない気がするので、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけど、メッシ、エリクセン、うわ入るんだな、あのエリクセンのミドルシュート。すごいですね、言っていただきました。ありがとうございます。でも今のはちょっと適当シュートな感じあったんで、なんとも言えないんですけど、OK! いいですね、ナイス、来た、メッシ。いや、まあ、遅かったか。中にケインがいてくれたので、出そうと思ったんですけど、ちょっと遅かったですね、残念。ナイス、よかった、最後までプレスいって。コーナー怖いですね。でメッシ、アーノルドか、よかった、お相手がメッシなんですね。危ねえ、ミドル返しされるかと思った、セーフ。それにしてもエリクセン上手すぎたな今のロナウドジャンプ90後半ぐらいの数値なので、ロナウドにターちゃん、まずい、オッケー、やばいぞ、オッケー、うわ取れないかそれ、オッケーオッケー、おっとまずいぞ、守備集中、オッケー、これ痛いな、わナイス、よかった、メッシか、ロナウドに出しましょう、なんと勝てる、さすがすぎますね。あ、メッシ取れないか、お、オッケー、コーナー、コーナーじゃないの、スローイン、あ、コーナーですね、ナイス、全身なくてメッシに蹴ってもらおう、いきます、ラインゴールエリア頼むぞ、ロナウドにハリケーン、オッケーオッケーオッケー、出たか、マイボールですね。あれ？わっ、オフサイドか。オッケーオッケーオッケー。メッシ。メッシのドリブル。うわ、そっちじゃなかったかん。ロナウジーニョ。うん。まさかのね、エリクセンが決めてくれたから、うわ取れないか、ちょっとあの3人のね、3トップの誰かで1点は決めたいですね、なんて言ったって検証動画、うわマジか、くー足に当たったな今、悔しい、1-1ですね、きたー、アーノルド、メッシ、ファール、オッケー、ファールいただきました、
けるか。頼むぞ。トゥン。あー、ちょっと。あー、取れない?取れないか。やばい。あまりに集中しすぎて無言に。あー。オッケー。エリクセン!どうした、エリクセン?ナイス。ムバッペには勝てない。ロナウド。うお、走りすぎたか。うわ、うん、クリア。オッケー、ナイス、アーノルド。いや、アーノルド上手すぎるな。ロン、ケイン。ケイン取れないか、今の。キョッキョッケ。痛い。くそー。メッシだ。怖いな、メッシ。クリア、オッケー。ケイン。入んない。三角入んなかった。クリバリでいこう。ナイス。流れが、オッケー。ちょっと流れが終わんないよ。ケイン、きた。うわ、終わっちゃうの。ここからだったのに。くそ。ということで後半いきましょう。お願いします。ちょっとあの3トップ決定力99軍団で誰もシュートを打ててないから打ちたいところではあるんですけど。クリバリ、オッケー。来たんじゃないこれ。いいよ、ケイン。ナイスシュート。いやー、素晴らしいですね。決定力99、ありがとうございます。ナイス、ケイン。あ、取れそうで取れない。まあ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 、大丈夫大丈夫。怖いぞ、ここ。スワレス、オッケー。オッケー、来た。痛い。ケイン。頼む。いやー、メッシに出したいって思っちゃって一瞬。打てなかった。くそー。オッケー。だ。マジか。ロナウド。すらしたのにな。まあ、コーナーで入れましょう。お願いします。いや、ロナウド決めてほしかったな、今の。動画的にも。動画的にも、いろいろ的にも。決めてほしかった。残念。変えてもいいかな。走ってるから取れそう。メッシ、ナイス。ロナウド、ありがとうございます。これに関しては全然ロナウドの決定力99は関係ないんだけど、ありがとうございます。ナイス、落ち着き。中間回、中間じゃない、中盤変えましょう。アランとエリクセン。エリクセン、ありがとうございます。これでいいかな。ムバッペとかとっても変えたいところではあるけど、でもやっぱこの3人でやっていきたいんで、これでやっていこうと思います。お願いします。ここから2点取られないことを願う。おっと、ファールかい。いや、ごめんなさい。フリーキック、怖い。いや、怖いぞ、怖いぞ。メッシだな。狙ってくるぞ、狙ってくるぞ。これはい、ナイス。デヘア、ありがとうございます。いや、デヘア強いな、やっぱり。やっぱり強いね、部屋は。うう、めっちゃプレスきますね、やっぱり。え、なあ、来ない。はい、ロナウド、ナイス。いや、なあ、まあ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 、よかったよかった。
うわそっちか、なんか変な方にちょっとね、7話なんでしたかったんだけど危なー、終わったと思った今の。ドナード、え？ドナード FP ほんとやばい。 OK ナイス、誰に落ちたかな。メッシでもいいだ、取れそう。あー伸びた、いややばい。おーナイスでフィア、3点取れたからって油断してるかもしれない、よくない。アーノルドナイス、カンチちゃんここで取ってラスト攻撃しよう。あーなんでそっちだよ。オッケーよかった、ちょっと最後に1点メッシで入れたいですね。メッシに出そう、金いやマジか、これは下手すぎる今のは。ロナウドに出してメッシにちょっとつなげてみよう。うわうわ取れない、いったー。あー無理か、最後メッシに出したかったんですけど残念、3点入れれました。ケインとロナウドが入れてくれました、ありがとうございます。ということでいかがでしたでしょうか、3トップ決定力99軍団、果たして強いのか検証、強いですまあ当たり前か。ということでご視聴ありがとうございました、松島でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。